はい、こんにちは、ビッグボーイです。メトロ2033リダックス、メトロリダックス 2033? どっちでもいいか。続きやっていきます。なんだっけな、前回はハンターが、モンスターだとかミュータント退治のために外行って、俺の身に何かあったらこのドックタグを、ポリス駅のとこにいる、誰だっけな、ミラーだっけな、そうだ、ミラーという人に届けてくれ。であとは任せた、グッドラックみたいな感じで飛び出して行ったけど、案の定帰ってこなかったので、約束は約束なので、そこに向かうと。で、キャラバンが出るそうなので、そのポリス駅までの道のりもなかなか長いらしくて、とりあえずリガの町というところに行かないといけないと。で、この寝床もないようなこのお部屋をちょっと、いろいろ見渡してみたところ、机の上に、これメトロ、ん?あ、触れるんだこれ。ん?あ、ギターが今触ったのか。メトロ2033っていう小説、元原作の小説みたいなものが置いてあるし、隣になんか見たことないメトロ2034ってものも置いてある。あとは文明崩壊前の、これはいろんな世界の、これ自由の女神だとかピラミッドだとかビッグベンだとかな。あとここにメトロ2035.com だとか、いろいろなんか匂わせるようなものが置いてあるけど、じゃあとりあえず行こうか。すまんな、アルチョム、駅のこの部分は一時閉鎖中だ。兵士以外は通過できん。こっち行けない。すまんな、通すわけにはいかないんだ。アルチョムはあくまで兵士ではない。レンジャーからさ。あ、で、これでジャーナルが見れるんですが、ライトをつけることもできると。まあ、こういう人を火炙りにすることはできません、残念ながら。いや、アルちゃん、なんで我慢しなきゃならないの。あなたはやめとけって母さんが言ってたわ。脳なしだって、その通りね。メトロ内の生活感あふれる人々の会話も聞き取れちゃうんだよな。聞きたくなくても。じゃあ何か別なものを書いてみろ。そうだな、うん、パパやママと一緒に住みたい家を書いてみるんだ。さあ、大きいやつ、ママが戻ってきたら見せてあげよう。きっと喜ぶぞ。ママはびっくりしちゃうな。うん、書いてみるよ。アルチョムはそのキャラバンの護衛役が欲しいっていう話に噛みついて、それを口実にしていくんだっけな、リガの方に。あ、でタッチパッド画面でジャーナルが見れる。ポリス駅でミラーという名のレンジャーに会う。エキシビション駅の状況を伝える。なんか触れる。ここ、まあいいや。はい、いろんな人が一斉に話してるな。じゃあてめえはクソだ。いいな。ちょっと待って、ちょっと待って。あ、ノックしてるんだ。アルチョムです。寝かしてくれよ。あ、すまない、夜間つけっぱで寝てたのか。もうすぐ到着なんだよ。ごめんなさい、掃除してるばあさん。ん?これ針だよね。あ、走ってるんだ。なんか演説やってるな。あ、人結構いる。ん?なんか武器庫みたいな方向が示されてるね。人に近づいたら話し始めるのが結構リアルだね。いや、あれ、話さないや。こっちは行っちゃダメか。ん?これは?会話は禁止だ。いいな。それからアルチョム、出て行け。ここに用はないだろ。ローは盗人が入る場所だ。あ、メトロ内で盗みを犯した人の牢屋か。まあそういうわけだ。捕まっちまった。なくたまっちゃう。生きていくためには仕方ねえだろ、くさ。メトロ内の治安維持みたいな。いや、ものすごく雰囲気が醸し出されてるよ、メトロ。見て、キャラバンの上に戦士
お、ちょっとちびっこ。武器変える？あ、このゲームでは、お金とかの通貨概念がなくて、弾薬でいろいろ武器を購入したり、カスタマイズしたりだとかね。今、右に今33発持ってるんで、例えばこれのリボルバーにリフレックスサイトをつけたとかあったら、軍用弾薬25発支払ってつけろっていう、そういう形になってます。でも結構いい値段がするから、とりあえずリボルバーはこのままでいいかな。このゲーム相当弾薬が大事なゲームだと思うので、ストップエクスチェンジ、物々交換、これストップじゃなくてショップじゃなくて弾薬を交換したぜ。弾薬交換所では軍用 5.45mm 弾とその他の弾薬を交換できる交換所だね。ピストル弾とアサルトライフルの弾、ちょっと後でもう一回見に行こうよ。とりあえず武器庫に行こう。アルジョン、装備はどうした？武器庫で装備を手に入れてこい。武器は今リボルバーしかないからね。こっちが武器庫。いや、アルジョン。いや。さて、あの新人。鍵厳禁。丸っきりの無用に見える。いやー、アルジョム、武器が欲しいのか？武器ください。じゃあ見てってくれ。 5.45mm サブマシンガン、アーモリー製だ。サブマシンガン？すぐ熱くなっちまう。だからバカマシンガンなんて呼ばれてる。バカマシンガン、まあ、武器ならありがたい。ショートバーストで使うよ。弾も少し持っていきな。お、弾倉もくれた。こいつはいわゆるバッテリー用の万能充電器だ。充電器、それとガスマスクな。あ、ガスマスクもくれる。汚染区域に入っちまうとき、もしくは地上に出るときにつけろ。軍用の治療キットも持って。あ、治療キットもくれちゃう。カロリーメイトみたい。よし、これで全部だ。銃の試し撃ちならいつでもうちの射撃場でやってくれ。そうそう、ボサッと頭を出してるとやられるからな。いろいろくれちゃった。試し撃ち？あ、リボルバー出た。あ、マガジンが横についてる。昔の武器みたい。これサブマシンガンだよね。ん、あれ、あ、なんか弾倉変えちゃった。あ、なるほど。お金として所持しているその弾薬だっけ、この33発出てるの、これを1個消費することに弾倉を交換してるのかな。そういう使い方もできる。え、試し撃ち。お、リロードかっこいい。さあ、じゃあさっきの弾薬のとこでは今のところハンドガンしか買えないか。じゃあとりあえずお金という名の弾薬は取っとくかな。キャラバンに。いつか地上に戻れる日が来ると思うか。俺はモスクワを見たことがない。古い写真以外だな。モスクワは消え去った。俺たちもすぐに消え去る。モンスターが地球を支配するんだ。他にも地下鉄はある。サンクトペテルブルク、ミンスク、キエフ。どこかに生き延びた奴はいるだろう。少なくともしばらくな。だがもう何年も経ったのに音信は何もない。他の都市にはモスクワのような防衛システムがなかったんだ。偉大な街サンクトペテルブルク、ネフスキー通りの夏の夜を思い出すよ。こういう人々の話を聞いちゃうと最後まで聞きたくなっちゃうな。もう先にも進まないと。いや、元気かい、アルチョム。いや、ツルリン、元気だよ。こっちは、なんだろう。入りなさい。出発の準備はできたか。よし。聞いているだろうが、我が駅はリガとの同盟を締結しつつある。こちらからレールカーで人道物資や武器、装備などを送ることになった。その車両の警備がお前たちの任務だ。距離もそれほどではない。難しい任務じゃないはずだ。アルチョム、先に一つ言っておこう。お前がハンターを尊敬してることはわかる。だがレンジャーの生活は我々とは異なる。彼らは生まれつき命知らずで大概暴力的だ。ヒーローを気取ってもいいことは何もない。厄介ごとには巻き込まれるな。
キャラバンが目的地に着いた。早く戻ってこい。気をつけてな。キャラバンのご役としての任せられた、とりあえず OK なのかな。あ、ブッダが飼われてる。この豚野郎。なんかぐったりしてるけど。もう一つ休ませてくれ。タバコも吸えやしない。足がつかめ。しっかりちゃんと掴んでるよ。キャラバンに加わる。じゃあ気をつけろよ。オッケー。やったやったぜ。こういうメトロ内で野菜とか食えんのかな。アルテム、こっちだ。早く来ろ。お元気か。あ、出発の準備はできたか。ロシアでよく見るこの特徴的な帽子。準備はもう完了。準備はいいか。それじゃ行くぞ。オッケー。ギロチンを発明した博士より。そこに座ってくれ。アルト、友人、お前はこっちだ。あ、地下鉄、地下トンネルのマップかな今のは。いや、リガ行くのか。なあ、そうだ。乗せてもらえないか。もちろん、だがただじゃないぞ。時々レバーを押してくれ。もちろんさ。じゃあ行くぞ。トロッコかこれ。よし、残る者たちに幸運を。それにわしらにもな。出発だ。ようやく他の駅に行く覚悟ができたのか。4人乗り。やったな、アルチャム。ついに自由だぞ。とりあえず旅の間はね、きっと楽しいぞ。おお、それも悪くない。あ、意外と遅い。慣れ親しんだ駅の中から出るのは初めてだった。そしてギフに本当のことを話さなかったのが気がかりだった。リガからすぐに戻るわけではないと。だがハンターの信頼を裏切るわけにはいかなかった。追跡、あれ、ギフなんてどっかにいたっけ。まあいいや、続ける。それで中心はどこだ。お、冒険してる感が弾薬を作ったり商品を買ったりすごくある。じゃあいろんな場所に行ってるんだな。ああ、マーケットはリガの隣や。以前は定期的にポリスに行ってたが、今じゃよほど運がないとたどり着け、もしくはハンザから行くかだ。うわー、始まってみたいな。ハンザはメトロ全体につながってるし、たくさんの駅もある。だがよそ者を歓迎しない。ハンザを避けるならファシストだの共産主義者だの野党だのがいるところを取らなきゃならん。連中はこのところ荒れててね、見境なくとは言わないまでも互いに戦争状態にあるんだ。ポリスっていうのはあの警察って意味のポリスではなくて、まあ、あくまで駅の名前もしくは地名の名前のよるもので、あとこのゲームのすごいところが、BGM だとか音声も全てリマスターしているらしくて、ヘッドホンのいろんなところから人の声がしっかり聞こえる。ホワイオトンネルを使ってアレクセイフスカヤを迂回しろ。くそ、そのトンネルはスカ。よし、ピーター、ゲートを開けろ。ピーター。ここでずっと止まってても意味がない。なぜだ、そのトンネルの何がいけない。まあ、普通のトンネルと同じく薄暗いんだが、足はそこを先月通り抜けた。そして、とにかくただスカのだよ。あ、正規のルートは直進だけど、ちょっと迂回してくれってことかな。なんかありそうだな。気をつけていけ。ハンドカーに乗ってるし武器もある。きっと無事に抜けられるだろう。きっと無事に抜ける。フラグだ、フラグだ。これはハンターの時と同じものか。リロード。あ、弾少ないな。大事に使っていこう。あと今リボルバーと。くそ、頭が痛む。レバーを押すのを手伝ってくれたらそれだけ早く着くんだが。友人、手伝ってやれ。ここからスピードを上げていく。後ろを頼むぞ、アルチョム。オッケー。ああ、もちろんだ。そうすればすぐリガに着くんだろ。さあ、R1 押して。あたりに奴らがいるなんて。そうね、弾が追加できるんだもんね。奴ら、奴らって誰。すすめ気が聞こえないか。
すり泣き。何の話をしてる。一体こいつは何を言ってるんだ。ボリス、ボリス、ボリス。うん、どうしまったんだ。うん、どうしたみんな。よっ。あ、このゲームはちょっとホラー要素もあります。アルチョン、こっちだ。我々生き残るにはこの脅威を排除しなければ、どんな代償を払っても排除しなければならん。分かったか。ハッタの言ってた言葉。え、なんだあれ。え、あ、ラピュタに出てくるあれか。あ、ハンターっぽいのやられた。ミュータント？お。戻ってきた。戻ってきた？幻覚？はい、みんなぐったりしてる。友人。友人？友人だよね。何が起きたんだ？ちょっと、ボリスと飛び乗りの人が起きて。ボリス、起きろボリス。え、嫌な予感がする。さて、ライトつけよう。え、あ、なんか来てる。なんか来てる。あ、なんか来てる。やばい、リロード。あ、ノー。あ、弾がない。リロード、リロード、リロード早く。友人、友人。はい、おー、いった。あ、連打、連打。レダー、待って、ボリスなんか燃えてる。おお。え、なんだこれ。え、なんだこれ。この武器。あ、おお、ちょっと来すぎ、来すぎ。やめて、やめて。あ、待って、一人落とされた。ほら。待って。ちょっと待てよ。これにして、あ、あれ？大工ない。大工ない。待って。リボルバー。ちゃんと狙って撃つ。よし。待って、弾薬。あれ？弾薬いつの間にかゼロになってる。あれ？ゼロになってる。弾薬を節約しろ、アルジョム。で、ここに来て撃つ。よし。え？撃つ。撃つ。よし。あ、バリケード、もうすぐ。こいつ撃つ。あ、ポリス、ポリス起きた。あ、待って。あーに、やばい、落ちる、落ちた。あれ、これは死亡イベントじゃない、これ、あ、これイベントだ。あー、おお、うわ、蜘蛛の巣だらけだ、ここ。待って、後ろから、後ろ、あれ、来てない。え、来てないけど、めっちゃ撃ってる。待って、撃たないで、アルチョモです。おお、汚物は消毒だ。助かった。暑くてたまらない。喉が渇いたな。おお。リガ駅はこの旅の一歩目に過ぎなかったが、キャラバンはそこが終点だった。皆に別れを告げる前に、我々の生存を祝って一杯飲んだ。一人でポリスを目指すことに対する恐怖は、僕家だけでは忘れられなかったが、予想外にも僕は
そこで悪名高い相棒を得ることになった。悪名高い相棒を得ることになった。これはあくまで8日前ってなってる、まあ、過去の話になってるから、8日後のあの冒頭の冒険では誰かと言ったから、そこの相棒のことかな。第2章ブルボン、キャラバンにいた一人の男性、落ちてやられちゃったけど、あ、ツルリン、よしみんな、ハルシャムに乾杯だ。おかげでモンスターの群れとあの場にを切り抜けられた。乾杯乾杯乾杯。あ、ロシアのウォッカって度数が高そうだ。まったくお前さんがいなかったらズタズタにされてたな。勲章でもやりたいよ。せめて予備の弾薬やろ。お、ありがたい。受け取れ。ボリスと友人、友人、もう友人でいいや。乾杯乾杯。度数は 120%。 アルショム、本当にあれが平気だったのか。行かれたばっかでぶっ倒れるか見てみよう。よし、試してみるか。俺たちの幸運とアルチョムに。お前さんの健康を祈って。健康、僕が健康。うえ、汚い。ウォッカならみんなそっとだ。話を聞かせろよ。マーケットのトンネルが封鎖されて、ここで待ってたら退屈で死んじまう。あ、なんか書いた？意識を失ったんだ。俺らがアルチョムは平気だった。駅から出てポリス駅を目指す。あ、てか、大学じゃどこ？一体どうやってバリケードにたどり着いたかすらわからん。俺も素晴らしい男に乾杯だ。アルチョムに。ん？今コップどこに当ててた？この友人がなんか一瞬使ってた、このショットガンくれないか。友人くれないか。そうか。あ、なんかこっちにもサブマシンガンみたいのある。乾杯だ。ピアノがあるな。あ、なんか下に誰かいる。ここは利賀駅だよね。あ、リガって書いてある。いや、あれ、何も話してくんない。あ、飛び越えるよ。飛び越えるはしない。あ、こっち武器屋かな。お、いろいろ買える。カスタマイズね。買う。あ、なんか2つ売ってる。リボルバーとバスタード。好きにしろ。好きにしろ。サブ武器と治療。ユキット。ハンドグレネード。スローイングナイフ。髭も剃れるんだぜ。そうか。好きにしろ。弾薬が欲しい？ぜひうちで。弾薬ね。弾薬買うとしたら、ああ、10発よこせと。サブマシンガンの弾売ってないな。好きにしろ。全員好きにしろって言ってんだ。こんにちは。これも SMG だよね。とりあえず、好きにしろ。あの、ゲーム側が、なんかグレネード大事だよって忠告してきたから、そうだね、グレネードをちょっと買っていこうかな。2つ買ってこう。危なくなったらこれ使おう。なんかありそうだけど、鍵かかってる。お、開いてる。ん？あれ？開いてるけど。なんもないや。鍵かかってる。開く。ああ、ネズミ。あ、ん？あ、メトロ2033。あれ？至るところに小説が。え、銃出したけど。いや、まさかね。ああ、射撃練習か。あ、
決してこの銃は、右上にあるこの71、交換用に使えるこの弾薬、一発につきワンマグ装備できるとか、そんな美味しい武器ではないか。あくまで、通貨として使えるのと、あと武器の弾として使うのはもう、投下価値なんだね。日記発見。とりあえずこっちかな。ちびっこがいる。お兄さん、アウチョム？アルチムだよ。ねえ、ブラック通りにお兄さんを待ってる人がいるよ。一発くれたら案内してあげるけど。え、一発って、え、こんなちびっこが弾薬欲しいの？仕方ない。ありがとう、じゃあ行こう。意外で誰かが僕に会いたがっている。探さなくては。あ、なんかいろんな人が寝てるな。ちびこ小さいな。こっち？あそこに座ってる男の人だよ。ん？あの人？じゃあ行くね。バイバイ。ありがとう。アルジョンだろ。座りなよ。OK。みんなからはブルボンと呼ばれている。あ、この人がブルボン。聞いてくれ。ドライ駅に来たいんだ。あるビジネスでね。だがこのドライ駅は封鎖されている。けど俺は裏口、いわゆる呪われた通路を知ってる。ここの人間は恐れて使わない道だ。まあトンネルではよくあるホラ話だ。ちょっと手を貸してくれ。無事に着いたら AK をやろう。 AK をくれる？マジで？前金を払っておこう。装備が前金という名のお金。お金じゃないや。弾 OK です。こんな場所に長いは無用だ。OK。 ちょっといいところに来てるんですが、ちょっと今容量がカツカツなので、今回ここまでにしようかな。じゃあ次回このブルボンという人と一緒に、ちょっと不正な方法を使って、利害駅を出て、あるビジネスのために、なんだっけな、ドライ駅だ、ドライ駅に行くと。じゃあ今回はここまでにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。